文化住宅と呼ばれるものには以下の二つがある。主に大正時代中期以降に流行した和洋折衷住宅である。洋風住宅としての文化住宅を参照近畿地方で主に1950年代から1960年代に建てられた集合住宅の一種。近畿の集合住宅としての文化住宅を山椒札幌と明の家明治時代に 西洋館が建てられるようになるが、もっぱら財閥や政治家の一部の住宅であり、一般には和風の住まいに暮らすのが当たり前であった。対象デモクラシーの自由な雰囲気の中に、大衆文化が成立し、住宅においても洋風の生活に対する憧れが広まっていった。1922年、上野で平和記念東京博覧会が開かれ、展示企画として文化村が作られた。 14棟の文化住宅が建てられ、モダンで合理的な住まいのあり方を示す一種のモデルルームであった。文化住宅という語は1921年頃から一部の雑誌で使われていたが、この博覧会をきっかけに一般に広くアピールしたと考えられる。昭和時代に入って文化住宅という名称で一定のパターンが出来上がった。住宅本体はこれまで、 同様の和風住宅であるが、玄関脇に洋風デザインの応接館が作られる、といったものである。阪神館や東京近郊地帯の宅地開発とともに、数多くの文化住宅が作られた。愛知万博で人気を得た、さつきと名の家も文化住宅風である。明石市の文化住宅阪神淡路大震災で、倒壊した文化住宅や商店近畿地方における、 集合住宅の一個小。1950から60年代の高度、経済成長期に使われ始めた用語で、主として、当時に建てられた瓦吹きの木造モルタル2階建てで、1から2階のつながったメゾネット、あるいは各階に、長屋状に10個が並んだ、フローなしアパートを指す。文化と略称されることもある。この種の住宅が文化住宅と呼ばれたのは、それまでの長屋や、 下宿屋など集合住宅の多くが便所や台所を共用としていたのに対し、これらの設備を各住戸に独立して配置したことから従来の集合住宅よりも文化的という理由である。こちらの文化住宅の起源ははっきりしない。近畿にも戦前の洋風住宅としての文化住宅は阪神館など対象から昭和初期に開発された地域に多数存在するが、 言葉としての文化住宅は一般に普及せず、もっぱらこちらの意味が広まった。近年は老朽化が進み、1995年の阪神・淡路大震災では多くの文化住宅が倒壊し、住人の多くが犠牲になった。これらが密集した地区の再開発が老朽化に伴う建て替えとも絡んで課題となっている。ありがとうございます。